今回は二次不等式のコツについて説明していきたいと思います。まず二次不等式を解くときに見るところ、それはこの二次の項の係数がプラスかマイナスか、今回括弧1番であればプラス3なのでこのままで大丈夫です。続いて考えること、因数分解ができないかどうか。今回この式はたすき掛けで因数分解できるので因数分解をしてみましょう。そうするとこのようになります。そしていつもこれが不等式ではなくイコール0の方程式だったとしたら、この解は x イコール2と3分の1になりますね。これグラフで書いてみるとどうなるかというとこのようになります。この x 軸との交点の x 座標が3分の1と2になるわけですね。で今回ここ小なりというふうになっていてイコールがついてないので、ここは黒丸ではなく白丸にしておきます。そして何を考えるかっていうと、今回小なり0、つまり0より小さいと言われているので、0のライン、この x 軸よりも下側にある部分を考えるということですね。今回このグラフで下側にあるのはここの部分になります。そしてここは白丸であることに注意。そうするとここの部分が x の範囲になるので、これら3つの値、これらをそのまま下に持って下ろしましょう。そうするとこのようになります。すべてくの字で右側に行けば行くほど大きくなるように書いてあげましょう。続いて括弧2番、先ほど同様、まず考えることは二次の係数がプラスかマイナスか、今回もプラスなのでそのままで OK。 次に考えること、因数分解、今回は因数分解ができない形になっています。ではそうなった時に次に考えること、今度は解の公式を用いることです。これイコール0だったとした時に解の公式を用いるとこのように解くことができます。これらが先ほど同様 x 軸との交点の x 座標になってくるので、ここにマイナスとプラスの値が出てくるわけですね。今回大なりイコールというふうにイコールがついてますので、ここは黒丸に塗っておきます。そして今度は大なりイコール0、つまり0以上というふうになっているので、0のライン、この x 軸よりも上側ということですね。さらに x 軸上も OK ということになります。というふうになると、上側にあるのはここ黒丸でここの部分と黒丸でここの部分ですね。そうするとここの部分が x の範囲になりますので、これらの値をそのまま真下に下ろしてあげるやつで考えてあげましょう。答えはこのようになります。すべてくの字、右側に行けば行くほど大きくなるように考えてあげる。このまま下に下ろすだけなので、何も考えずにそのまま機械的に解くことができます。続いて括弧3番、まず考えること、 x の2乗の項の係数、今回マイナスですね。じゃあマイナスだったらどうするかっていうと、今まで全部プラスで考えてきたので、もう今回もプラスで考えたいわけです。なので最初に行辺にマイナス1をかけてあげましょう。じゃあマイナス1をかけてあげると、不等号の向きが変わることに注意しましょう。このように式は書き換えることができます。ここ忘れないように。そして次に考えること、因数分解でしたね。今回は因数分解できるので、このようになって、先ほど同様考えてあげましょう。今回イコールがついてないので、ここは白丸で書いてあげます。そして大なり0、つまり0のラインよりも上側にあるところを考えるので、ここの部分とここの部分になります。ここの x、 そのままこの順番で値を下ろしてあげましょう。答えはこのようになります。続いてこれらのパターン、4パターンを考えていきたいと思います。まず最初に考えること、先ほど同様ここはプラスなのでそのまま OK。 次に考えること、因数分解するとこのようになります。今回先ほどと違うのは括弧2乗の形になっているということですね。これ重解を持つというふうに方程式の時には考えてきましたが、グラフを書くとこのような形になります。重解なので、ちょうどこの x 軸と一点で接しているようなグラフ、このようになりますね。で今回大なり0ということなので、この0のラインよりも上側になります。上側でさらにイコールはついてないので、今回ここが白丸であることに注意しましょう。そうするとこの今赤で塗られているここの部分ですね。そして白丸なので、ここのマイナス2の部分だけは取り除かれた状態になります。なので答えの書き方としては、マイナス2以外の全ての実数というふうになります。続いて括弧5番、もう最初から因数分解された形になっていますが、先ほどと違うのはここにイコールがついているということですね。グラフを書いてあげるとこのようになって、ここが黒丸として塗られていることに気づいたかと思います。
今回0以上、つまりこの X 軸よりも上にあるもの、そして X 軸上も OK という状態ですので、今回今も全部赤で塗られている状態ですね。つまり答えは全ての実数というふうになります。続いて括弧6番、今度は小なりイコール0というふうになっています。グラフを書いてあげるとこのような形、小なりイコールがついているので X 軸上も OK、ここも OK ということですね。となるとちょうど X 軸上のここの部分だけが唯一 OK な部分になるので、今回答えはイコールマイナス2というふうになります。不等式を解いているのに X イコールというふうになっているところが注意ですね。続いて括弧7番、今度はイコールがついてないただの小なり0の問題、グラフを書くとこのようになります。今回 X 軸よりも下の部分で X 軸上はイコールがついてないということは含まれないというふうになりますので、今回何も満たしているところはないですね。つまり答えは解はないというふうに答えれば OK です。最後にこれらの2パターンについて扱っていきたいと思います。考える順序は先ほどと同じです。まず X の2乗の項の係数、今回はプラスなのでそのままで OK。 次に考えることは因数分解でしたね。今回因数分解こちらはできない形となっております。であれば次に考えることは解の公式でしたね。解の公式で計算したときに X イコール1プラスマイナスルート1引く3でマイナス2あれれってなったと思います。これはいつも実数解なしというふうに答えていましたよね。ということで今回解を持たないとき、記述として次に書いてほしいことは方程式の判別式を考えていきます。この二次方程式の判別式を D とすると、計算していくとこのようにマイナス8となって負の値を取ることがわかります。判別式が負ということは実数解はなしということでしたよね。今回ここの部分が偶数になっているので、簡単な方法で判別式を計算してもらっても構いません。X 2乗の係数は正である。このことから言えることは、書いた時に下に凸のこのような形になるということですね。さらに解を持たないということは X 軸との共有点持たないということなので、ここ浮いているような形になります。今回それでいて小なり0、つまりこの X 軸よりも下の部分を答えなきゃいけないので、満たしている部分は何もないですね。ということで解はないと答えて OK です。続いて括弧9番、まず考えること X の2乗の項の係数、今回マイナスなのでかけるマイナス1を両辺にしてあげましょう。ここの不等号の向き気をつけてください。そして考えること因数分解できない、解の公式で計算した時に実数解ないことに気づいた、それであれば二次方程式の判別式を書いてあげましょう。判別式を計算すると今回も負の値になりました。下に凸のグラフを書いてあげて、今回は大なり0になってます。つまりこの X 軸よりも上にある部分を答えればいいので、今回赤で書いているように全部 OK ということですね。つまり全ての実数と答えればいいわけです。おさらいすると、二次不等式を解くときにまず見る部分は X の2乗の係数がプラスかマイナスか、マイナスであれば最初に両辺にマイナス1をかけてあげましょう。この時不等号の向きが変わることに注意。続いて考えることは因数分解、因数分解できるときはそれイコール0の方程式を解いたときの解を出してあげてグラフを書きましょう。もし因数分解ができないときは二次方程式の解の公式で解を求めてあげましょう。そして解が出てきたら同じようにグラフを書いて考えます。もし解の公式でも実数解が出ないって気づいた場合は判別式を書いてあげて浮いたグラフを書きましょう。そしてそのグラフから解を求めることができます。Just.